place. 残り2人、まず村隆仁。10番村隆仁さん、日本。Number 10, representing Japan, 高人村。今シーズンのあのカナダ大会では優勝を果たし、キスアンドクライで涙を見せました村。充実したシーズンのスタートになりました。なんとしてもグランプリファイナルへの思い。ショートはビゼーカルメン。男らしく力強く、そして明るく演じたいというショートです。最初が4回転からのコンビネーションジャンプ。4回転のトーループ、トリプルトーループ決めました。ジャンプを続けます。トリプルアクセル高いです。トリプルルッツ決めました。これが最後のジャンプの要素。強さを見せました村。安定した演技を見せました。村隆仁さんの演技でした。かなりのプレッシャーもかかっていますというふうに話していましたけれども、いや本田さん見事でしたね。いやすごく よく攻めましたね。攻めた、はい、最初の4回転トーループなんですが、降りた時に流れが止まってしまったんですよね、はい、そこでダブルトーループにするかなと思ったんですけれども、そこからトリプルトーループ力で持っていったんですが、やはり強くいこうという気持ちが出てましたね、あまりシーズンを通じてこう成績が安定しないということがこの村悩んでいたところでもあったんですが、あのカナダ大会に続いて素晴らしい演技を披露してくれました。お父さんの高志コーチとぐっと手を握り合わせて演技に臨んでいきました。これが最初の4回転トーループですね。4回転のトーループ、ここでちょっとスピードが止まるんですけれども、持っていきましたね、トリプルトーループ。そこが今おっしゃった攻めたというところです、村。昨シーズンはジャンプが本当に不調で苦しんでいた、あの長野オリンピックの金メダリストのイリア・クーリックさんにジャンプを
何度かこう指導してもらってだいぶ安定してきましたという話もしていましたが、ソチオリンピックの代表争いに敗れて悔しい思いを本当にした昨シーズン、また新たな4年にかける思い、それを持って今シーズンに臨んできています。成長を見せましたね。はい、さあどれぐらいの得点が出るでしょうか。村カナダ大会の時には 82.57。 村さんの得点 86.28。 86.28、パーソナルベスト、これまでは 84.21 でしたが、村高彦 86.28 でトップに立ちました。2位のアボットに